隠しきれない映りががいつしかあなたに染みついた。誰かに食われるくらいならこっそり食べてもいいですか。雪の宿限定品プリゼンナイン5袋入り。雪の宿ミルクかりんと雪ぜんだい、雪の宿じゃあ栗ぜんだい風味、期間限定でね発売してたんで買ってきました。こんなでっかいの5袋しか入ってないので、いただきます。ちょっとね開けましょう。こんなねかりんとみたいな感じ。これがね5袋入ってるよね。でこれね子供にあげてくる。はい、よいしょ、ちょっと子供にあげてきます。はい、今日はね一人で食べてもうまいけどみんなで食べたらなおうまい雪の宿栗ぜんだい限定の今だけの栗もうええごめんね、即興でね歌詞も今作っただけなんで適当なんで。ではいただきますってことでね、あのねかりんとうの匂いがする。ではいただきましょう。あ、めっちゃあんこ。あ、そういうことか。これね、白いのと茶色のって、茶色のがあんこで、こっちは栗かもわからへん。ちょっとね、見ましょう。風味の良い和栗味と、なんていうの？地味深いっていうの？なんていうのかしら。小豆味の2つの味をミックスした期間限定の雪の宿ミルクかりんとうです。さらにリッチな味わいに雪の宿ウィズコーヒー、フォアミルおすすめ。あ、雪の宿とコーヒーで食べたら美味しいよって書いてあるのか。これね5個しか入ってないね、5パックしか入ってないね。美味しいよこれ。すっごい今食べてるね、あんこが、小豆がね、聞いてんの。ほっくりわぶりまた食べてんの。あ、危ない危ない危ない。これがほっくりわぶり。いただきます。栗の味するけど、栗3つでほとんどあんこ。あ、栗おいしいな。なかなか。これ1個で終わりねえ、これね、秋の日がね、読めへんからね、そうなって。あ、地味でいいね、地味深い。もうその通りだ。地味深いとは、栄養があって美味しいことやって、栄養があるやって、普通の雪の宿はね、なんか おせんべいってしょっぱいのが好きやけど甘いので、どうかなって見ようかなってあんまり変わんねんけども、限定やったから買うてみたらね、雪の宿と全然関係ないね、かりんとうやった雪の宿ミルクかりんとうって書いてあるわ。
カリン島にしたらね、硬さがちょっとソフトなカリン島でね、クリとあんこと両方同時に食べるのか。クリでいいんだよ、うん、コーヒーの代わりに抜いちゃうよ。あ、これは美味しい。緑茶、あ、緑茶がうまい。こういうのには緑茶合うな。うん、でね、あの雪の宿クリゲン大福、うん、あ、結果クリゲン、あの雪の宿の赤ちゃんがいるな。ね、あ、これ1個2個3個の参考成果やね。うん、こういうねおせんべいってね、参考成果もせんし越後成果もでしょ、ほとんど新潟県なんやね。こういうおせんべい系ってね、雪のやつちゃう、あの雪国、お米の国、やっぱ米どころのやっぱこういうのね、作るんね、やっぱりね。ねんけども、これ小麦粉やで。お米じゃないねんけどね。あの、でもね、これね、美味しいわ。うん。ほっとする小豆。小豆がほとんどだよね。まあね、小豆これだけなかったんでね。またね、明日あっちのことで食べよう。栗4個入って、5個入っとるやないか。あっちゃんのやつ3個しか入ってへんから。ほとんどあんこやったらね。ね、まあ何でもいいや。最後の1個いただきます。まあ最後栗やんか。栗がね、ちょっとミルク感が強くてね、で、あんこよりも栗の方がね、かりんとうの風味が強い。うん、美味しいね。これありやと思います。で、まあ、よかったらね、この、雪の宿ミルクかりんとう、期間限定、雪の宿ミルクかりんとうのね、和栗、茶は、栗ぜんざい。よかったら食べる。あ、ほっくり和栗って書いてあるわ。最近はこの時期ね、和栗の、お菓子が増えてきてるんよね。まあ、この時期になると栗。もう大体ね、もう秋のこの味覚って言ったら、芋栗南京って言ってね、あの芋栗南京がやっぱりこの秋の定番だよね。さつまいも、栗、かぼちゃね、芋栗南京がやっぱ美味しいんだけどもね、特にやっぱ栗は美味しい。で、栗はね、うちの家の裏に残っててんけどもね、こっち越してきてからやけど、豆乳入れとは言ったけどね、また取っとくから豆乳入れって言ったからもらいに行かなあかんだけどね、うちの家の裏の栗ね、美味しいんでね、またあれで栗ご飯作ってもいいし、もらいに行ってこよう。ね、まあ、栗のね、あの炊いてペーストにして砂糖と一緒に炊いて栗ジャム作ったりね、栗ペーストにしても美味しいんだけどね。まあ、あの雪の宿の期間限定、雪の宿ミルクかりんとう栗ぜんざい風味、まあね、よかったら食べてみてください。まあね、何やろ、期間限定、秋はね、食欲の秋って言ってね、秋の味覚はやっぱり美味しい。秋はね、美味しいもいっぱいあるんでね、太らないように気をつけましょう。ということで、雪の宿ミルクかりんとう栗ぜんざい風味、見つけたら食べてみてください。美味しかったです。では、またね、バイバイ。今日のあっちゃんの、お菓子レビューは、雪の宿、ミルクかりんとう期間限定の栗ぜんざい風味、良かったよと思ってくれたら、高評価、応援コメント、チャンネル登録して、これから見てくれたら嬉しいです。では、またね、バイバイ。天城越え、ね、ではまたね、バイバイ。